皆さんこんにちは、大地です。今日もおととい昨日に引き続きクライアントに探索してもらうっていうことに関してお話をしたいと思います。コーチング始めて1年ぐらいの時にね、なんかいろいろどうしたらコーチング上手くなるんだろうとか、うまくいくんだろうって考えてた時に、あ、なんかもっとクライアントにゆっくり考えたりとか感じてもらうといいんだよなと思って、そういうね関わり方の工夫が始まったんですけれども、後からね調べてみたら、実は先行研究というか、僕は別に研究じゃないけど、もう先にね理論が発表されてて、でそれをね発表したのはカール・ロジャースと、一緒に仕事をしてたユージン・ジェンドリンという人なんですけれども、カウンセリングがねうまくいくとき、何が起こってるとうまくいくかっていうのをこう調べてたときに、ね、クライアントの話し方が、実はカウンセリングの結果にね影響すると。だからセラピストがどう関わるかでもなくね、クライアントが何を答えるかでもなく、クライアントがどう答えてるとかどう話してるかっていうことが重要であるっていうことを、まあ、発見して、でそこからフォーカシングっていうね考え方やり方がこう生まれてきたりしたわけなんですけれども、でその時まあ彼がね発見したものっていうのを日本のねフォーカシングの、研究とか教育のね第一人者である池見先生がたちがねまとめたやつ、まあそれを少し簡略して分かりやすく書きましたけど、でそれを見てみるとまた勉強になったりすると思うので、ちょっとご紹介ですということです。僕の言い方で言うと、この1番が報告というかね表面的な関わりで、この7番が探索とか、まあ彼らの言い方だと体験という言い方しますけれども、自分につながって何かねまだ言語になってなかったものを言語化していくっていうやつで、まあこういうふうにねこの尺度というかスケールを7段階に分けて彼らは考えています。で1番、ほとんど話す気がない、だから話さないとかね、自分とは無関係のことを話す、自分が出てこない状況のこととかね出来事とかをただ話す、で最低限の応答するとかっていう、まあ、やり取りが表面的なやり取りとしてあって、でまあだんだんね自分とは関係なかったことから自分と関係ありそうな話も出てくるけど、なんかどういう気持ちとかどういう状態とか自分の内面のことはあんまり出てこないっていうことですよね。で、次に感情などが語られる。だからね結構自分の内側でまず自分のことが語られる、で自分の内側のことが語られるね、で気持ちが語られるねみたいなことっていうのがやっぱりだんだんこう話が深まってくるというかね、で自分の気持ちを感じながらとか思い出しながらそれを少しずつ言語化していくって感じですよね。でこうやって深まっていく。で次ね感情が語られるね、で話すことによって自分がどんな人間であるかを語ろうとするね、自分の考えてること感じてることとかね、で自分は何が好きかとか嫌かとかね、でどんなタイプの人間なのかとかどうしたいのかとかね、でそういうことがこうだんだんね語られるようになってくる。で次ね仮説提起しながら自分の体の実感に触れる、なんかもうこうなんじゃないかな、ああなんじゃないかなってねしながら自分の体の内側で起こってることっていうのをねこの言語化していこうっていうことだし、でそれとこう合ってるかどうかね、だからこう探る喋り方になるんだよねどうしてもね。で、まあそういうことやってるとこのね気づきが起こってくるな、あそうかやっぱりそうだったとかね、あこれが大切なんだとかこれかってねいうような状態があったりとか、でさらに深まってくるとねこの気づきが一つの頃から一つのことから生活のいろいろな場面にまで広がっていく。これああそうかだからあの時もこうだったんだとか、ああだからあの時幸せだったんだとかね、ああそっかやっぱりこうするのがいいんだなとか、要は過去現在未来のいろんなことがこうつながって理解されてくるみたいなね。でそれが心の内側に入っていって自分の体の感覚に触れながらこの言語化されて何か気がついて、だからこういうことがね話し方もそうだけど中身としてコーチングの中で起こってくるね、とおいい感じで進んでるぞとかいい方向に進んでるぞっていう風になるんじゃないかなということです。でこういうのもねちょっと参考にしながら、どうしたらねこの下の方ね体験的な方にねこう行きながらで内容的にもね興味深いものが出てくるか、ということをコーチカウンセラーを探求するといいんじゃないかなということです。昨日のねビデオにねどう関わったらいいかっていうのがね紹介されてますし、一昨日のビデオではね、深まってるのかどうかとかね、探索の方に行ってるかどうかを相手のね表情とかね姿勢とかね喋り方とかどこを見たらね分かるかみたいな話もしてますので、ぜひ3本見て、理解を深めていただければと思います。それではまた、バイバイ。